正直に白状します。過去作見ずに宮市キャリアだけ見せたので、最近毎日宮市キャリアが上がるの嬉しいです。正直にな、言ってくれてありがとな。それでいいと思う。もういいと思うって思ってる俺の向上心のなさ、ジジイ。ブラジル戦が楽しみですね。勝ったらパーリーなんですね。宮市のウィングはマジで見たい。今日なんですよ今ね。現在時刻18時50分、今日なんですよ。どうする、楽しみすぎないか。動画を面白くしようとしてハプニングをいろいろ起こしてくれる AI に頭上がらないですね。なんか AI に助けられてるみたいな言い方やめろ。ウクライナ、ウェールズ暑かったですね。むちゃくちゃ暑かったよ。なんか幸せだなって感じた。この時代のフットボールを見ることができて幸せだなって感じました。 YouTube の広告猫ニャさん出てきて笑ってた。今日やたらベストイレブンの広告猫ニャさん出てくるんですけど、何事？広告臭ないよ。自分の私は自分の広告見たい。自分の動画では出てこない。録面見てみるか。録面ダメ、クズ音。広告、東海オンエア広告、俺の広告を出せ。メッシさんの生配信広告を出せ。俺の日本なんかおかしなと思ったらイヤホンしてなかった。自分の声なんかやたら直に入ってくんなと思ったらイヤホンしてませんでした。もうたぎってきたね、たぎってきた。だから今18時52分でしょ。あ、30分後に帰国なんですよ。それまでにちょっと宮市亮さんのキャリアを1試合進めさせていただきます。またなんか能力89になってるの、おかしくない？何これ。でリーグ戦はですね、もう段突王なので、段注意なので心配してません。こっちはいいんです。問題は CL です。前回アーセナルと引き分けたんですよね、確かね。うん、アトレティコ勝って、インテルがレアルマドリに勝って、ミランライプチヒ引き分けで、バイルがナポリに勝って、リバプールイベントス引き分けで、ドルトムントがシティに勝って、ユナイテッドがバルサに勝つと。なんだと。そして現在ですね、宮市亮、なぜか分かりませんがポゼティーノさんからですね、センターミッドフィルダー、セントラルミッドフィルダー、インサイドハーフ、右のね、それをやらされているわけです。これをどうやって打破していくか、この罠を考えました。左上サブ、今サブなんです。サブで試合を重ねてスタメンになれば、またウィングになれるんじゃないか、そう思ってます。サブだったら自分の適正のポジションに出されるでしょ、絶対。この右下見ると LW なので、絶対に出せよ、ウィングでよ、そうだろって。宮市の活躍を見て、ゴールランキングだ。インサイドハーフでも活躍しちゃってるって言い方はできるかもしれないけど、違うんですよ。最速のウィンガーになるっていう企画なので、もう全部宮市、そこんとこよろしくお願いしますよ。リオン戦です、リーグ戦です。あ、ちょっと見るか、カレンダー。リオンでカップ戦、リオン、うん、でガーナーズなので、ちょっと様子を見ながらですね、とりあえずここサブとして出場したいと思います。いきます。練習はやりません。宮市として対戦、はい。RW ドクと変わって RW、 RW だったらまだいいでしょう。活躍はしたいんだけど、監督の言うことはあんま聞かない方がいいんですよ、俺。あの、私の勘だと。あんま、評定を上げちゃうとダメなので、クロス成功率、クロス上げません。クロスは上げないウィンガーになります、量は。なんなの、このゲーム。量がここでもらって、ドリブル仕掛けマン。なるほど。うん、なるほど。やっぱウィングがしっくりきます。守備はしません。前で待ってます。はい、これ。やべ、ケチした。大丈夫か ?OK。きたー!エマベ?なんでー!なぜそれが決められないよ。まあいいプレーは見せてしまったな、ちょっとな。うわ、うまっ。ああ、通んないんだ。てか最近さ、ハキミ見ないなって思ってるんですけど、ハキミ移籍した？今ちょっとふと思ったけど、ハキミ見ないよね。やばっ。えい、量のラインコントロール。ちょっとやばいって言っちゃったけど。待って、7.0 いっちゃってんな。これ大丈夫か、7.0 は。
6.5 未満で抑えたいんだけど。相変わらずキミッヒがなんか左のウィングやってんだよな。はい、ライボオプションズインザミドル。あ、来いよ来いよ、ほら来いよ、ほらバレイディス。あナイボすぎ。いや、惜しい。あの引き分けはダメじゃない？ほんで。どう考えても。入るー！ヒュイー！お、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 体操を始めてます！ストレッチ！これやっぱ、リョウはウィンガーだろ。ここに入り込んでくんだよ、リョウが。ちょっと活躍しすぎちゃった。大丈夫かこれ。大丈夫かしら。ラモスでしたろっていうか。ラモスさん今日行きますメッシ。ラモスさんの好きな。え、行きましょうよぜひ。ラモスさんあそこ好きって言ってたじゃないですか。シェイキーズ。ピザ食べよう。ラモスさん一緒にピザ。はい。ちょっと無難に行こう。なんか4人いる。うん。ネイマール。エムバペ。エムバペ。ネイマール。ナイス。まあまあ両のよ活躍しちゃったな。サブでもこれ外したのはちょっといただけなかったですけども、活躍をしてしまった結果ね。結果フットボールってやっぱ結果なんでね。これでどうなるか、評価とスターティングメンバーどうなるか。あ、まだサブだ。これ練習するといっちゃうんだよな、スタメンに。ちょっとカップ戦もサブで行こう。リオンとのカップ戦、もう一回リオン。あー、やっぱライトウィングなんだ。ドクと交代か。じゃあこのままスタメンになればライトウィングかな。なんかそんな気がしてきた。それ一番いいんだよな。君引きはなんで、なぜかな。ちょっと待って、そうだ。ハキミ。やっぱいない。え？やっぱいませんでした。ハキミさん。行きます。でこれ終わったら練習をしてスターティングメンバーになって CL よ。それがベスト。 6.5 アシストね。クロスとアシストしません。得点だけします。いや、もう評価上げていいのか。そもそもアーブリル・ラビーンが見に来てんな。絶対に呼んだ。ここでっていいのか。機械でも活躍しちゃうっていうところ。な、そのパスやめろ。来た。アシストはしない。得点。え、取れない。ちょっと危な。ドンちゃんどうしたの？ドンちゃん。あ、ネイマールさん誰と？キミッシさんかな。あ、キミッシさんだ。オッケー。ちょっとこぼれ球スペシャリスト、ミドルシューター亮。こういうこと。違いました。え？あー、危ない。おい。なんで真ん中そんな空いてるん？どうなる？みーやばいって、真ん中の空き具合が。ナイス。はい、ぶち抜きよ。え、これはもういけるっしょ。アシストはしない。まあ、アシストを消しつつ勝つ。これが宮市亮。いや、活躍してよかったんだよな。なんで亮がそんな、これ怒られるか。なんか怒られる。横に出せば終わりだって。まあ、風見ろさん、ナイス、風見ろ、ナイス。ナイスボール。エムバペ走れ。
違う、オフサイドだった。両張ってます。グリーリッシュ、それはゲロきつい。やめてー、取られないでー。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫。ラストある、来た。よっしゃー、ダメ、やばいって。おい、オッケー、外じゃなくて中で、サンキュー。終われ、終われ、やーっと、オッケー、終わりー。よし、これちょうどいい活躍よ、マジで本当にちょうどいい活躍。危ないよね、すごくちょうどいい活躍ね。これイベントしか見れない、なんなのこの控えから入った時って。はい、ちょうどもう間の間、ちょうど間で、ちょっと一回練習してスタメンになってみます。能力も下がってってるんで、練習しない、しなすぎるのはまずい。このリーグ戦、りょう、どこですか？アンカー！おかしいじゃん、絶対。引き分けてるし。いや、そりゃそうだろって、りょうにアンカーさせたら。適材適所ってものがあるわけですよ。どう考えたって。ね？え、なぜそうなるの？君引きでいいじゃん。え、ちょっとマジこれ覗くの怖。マジで怖い。もう今19時13分なんで、もうちょっとリビング、2階上がってリビング行きたいんですけど、1階覗きます。てねー、どうでした、日本対ブラジル。まあ、吉田麻也さんもね、言ってた通り、収穫と課題両方あるような試合だったと。まあ、良かったと思いますけど、全体的には。だって誰が予想しました？あんな塩漬けの試合になる。やっぱ韓国戦見てる限り、もっとこう、激しいね、スコアになるかなと思ったんですけど、そうならなかったっていうところは、まあ一個収穫でもあるでしょうし、まあ点が取れなかったっていう意味では、まあ課題なのかなっていうところもありますけど、皆さんもね、ご意見はいろいろあると思うんですよ。そんな中ですね、家元さんがズバッと言ってくれてましたね。基準がわからないと。さすがです、家元先生。アーサル戦、やっちゃうよっつって。現在ですね、1対1の、まあ、イーブン。アウェーゴールないですから、もうイーブン中のイーブン。この試合に、勝てばベスト8、負ければ敗退で、両のポジションはアンカー。ふざけんじゃねえぞ。アーセナルにはジェズス、そしてファビーニョ、今日もね、日本代表との試合に出ていたお二方いらっしゃってますんで、アンカーって何、どうしたらいいんこれ。両ウィングに戻るために、とりあえず行きます。ディベスト、ディベスト、レッツゴーデスピース、ザチャンピオン。俺これいつまで歌い続ければいい？これさあ、アンカー知らねえ、カゼミロがやっとけ。アンカー、カゼミロもいたわ。そういえばってことは4人今フィールドに立ってます。日本対ブラジルのピッチに立った方が。宮市合わせたら、まあ、4.5 人。で、ネイマールさんに言ったら5人。5人です。え、何何？え？両アンカーってこれどうやって動けばいいんだろう。カゼミロ多分バカ上がってくだろうし、こういうところにパスを刺す。完璧でした！完璧のアンカーのピポーテ。まあ、別に。すごいことはやってないんですけど、両、そう、まあ、エムバペさんがすごい。テタさん、これで終わるってことはないって思ってるんですよね。え、ウデゴね、えジェズス、私はそう思ってます。どうでしょうか。もうガンガンいく。両、見てこれ、見て、両、みんな両を見てくれ。ここに上がっていくのが両。うん、落ち着いた配球ね。ここしっかりファーストチェック。それはなし。やばいじゃん。オッケーじゃったよね。どんなルミ。ちょ、むずいな、なんか。
やばい、危ねえ、今右出されたら終わったんじゃないの。大丈夫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 、アンカー寮、アンカー寮、アンカー寮、あいアンカー寮ブロック。どう思ってんだろう、アーセナルの面々は寮がこのポジションをやってることに対して。ポジションを守るって思ってんだろ。だいたいやったことないポジションをいきなりやらせて、ポジションを守ればおかしいのよ。キミヒさんに人の心があるならば変わってくれると思ってます、ポジションを。ねえキミヒさん、変わってください、絶対その方がいいんだから、チームのためにも。え、どっち作るの寮は。一回ちょっとじゃあ、オッケーオッケーオッケー。あ、待って、ネイ先生出てる、ネイ先生。あ、はぁ、ね、ネイマールがセンターバックやってる。気づかなかった。意味がわかりません。どういうことになってんのこのキャリーも、マジで。センターバックやらしてんの、ネイマールさんに。いや、ちょっとポチェッティーノさん、今日マジ夜道帰り道気をつけた方がいいですよ、本当。とんでもないことやっちゃってますよ、あなた。いや、ちゃんと守れてるのが怖えわ。ほんでやばい、ほい、マルケイニョス。いいよ、そういう、そういうの、そういうの、そういうのでしょ、こういうのでしょ。いやー、ちょっと待って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 。オッケー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 。来た。今日は打ちます、イエーイ。森保さん見てますか、これです。ちょっと待って、俺今日亮さんのユニ着てないこれ。これね、武藤義典さんの、武藤義典さんのユニです、これ。やべ、ミスった。間違えた、着る代表ユニ。いいよ。で、前半は 2-0 のままで終わろう。よし、マジちょっとバグり散らかしてるな、しかし。ポチェッティーノさん、ちょっと、心配です、あなたが、私は。アンカーでも、アンカーってちょっと量の良さを出すにはどうすればいいんだろう。待ってって、腕ゴール。話し合おう。一回話し合おう。まずい、俺、量が今さ、サイドケア行ったんだから、誰かが真ん中ケアして、で、そのアンカーの指示みたいなのやめろ、量。アンカーとしての自我を芽生えさすな。やばい。ねえ、急に簡単に。誰だ、誰、マジソンか、マジソンだ。おいおい、だからセンターバックね。まだセンターバックネイさんやってる。やられてるよ。急に簡単に失点すんだもんな。で、メッシさんが入ってくると、オッケー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 。向こうはロコンガさんね。うっ、よしよしよし。ラムズデール、今日ラムズデールか。やばい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 。いいよ、ファーついてる、ファーついてるから、リョウが。させねえよ。ちょ、ちゃい！よし。やーれん、それ競り負けない、競り負けた、これ取れない、やばい。大丈夫か、みんなちゃんついてる、よし、やばい。え、なんでこんなに、よし、もうか、そう、もう取り囲り、取り囲りいいよ、むしろ勝ってのも我々だから。ふぅー、やーい。
あれ？アンカー特製神かこれ。なんだ？エラスコみたいなことしてるし、ここで何が起きているこれ。リョウはどこでも活躍する。いやもうネイがセンターバックじゃ嫌だからサイド駆け上がろうとしちゃってんじゃん。カウンターさすな、カウンターさすな。真ん中危ない、危ない。オッケー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 。いや、イエーイ、先読みのリョウ完全に救ったっしょ今のは。終わりじゃない、やれてー。アーサーの皆さん対戦ありがとうございました。ウィングで視聴できなくて申し訳ございませんでした。結局リョウがマーボザマッチなんじゃないのこの試合も。あー、パリが勝ちました。アトレティコがシュットガルトに勝ちました。レアルマドリがインテルに勝ちました。逆転したんだレアル。ライプツヒがミランに勝ちました。バイルがナポリに勝って、リバープールというイベント、あ、これまだやってないんだ、まだやってない。こっちはあっちは 10.0、 あっちの試合はまだやってないんですね。これどうなるんだろう今後。またアンカーやらされてんだけど、ほんで勝ったけど点決めてるけど、うん、ウィングの人が出場停止とかにならない限り、リョウがウィングに戻ることないんじゃないのこれ。さすがにもうあれかな、3日ぐらい過ぎたんで向こうの方も終わってないと。これで終わった？終わったっぽい。ナポリ、あ、バイエルンが勝った。ユベントスがリバプールに勝った。ドルトムントはやっぱシティに勝った。でユナイテッドバルサに勝った。次の組み合わせです。ユナイテッドドルトムント、バイエルンアトレティコ、PSG ライブツヒ、マドリユベントス。さあ。レンヌ戦。でもアンカーが定着始まってる。次に。もう一回ベンチ行くか、これ。負けてるし。もう日本代表をさ、楽しく観戦してさ、気分いい状況でなんでこういうことになるん？乱戦。またアンカー。勝ち。はい、これサーブになった。練習試合と88になっちゃう。やばい。次 CL だ！ええー、これは練習せればなるまい。ちょっと CL はスタメンで出たい。ガニサス、はい。